ング？いいです、はい。じゃあ、ツイキャス始めまーす。はい。はい、私が金浜です。エマコです。ややこしい。さすがは取れ。うまいだろ、本当は。メガネつながり。林さんや金浜さんがつなげてくれる。県外の人も見てくれて、そこ川さんの話が出てきてくれて、焼き鳥の話とか、見てるんだ、ありがたい、お金がかからない、これは、ね、なしでもいい、うん、なしでもいいんでしたっけ、どっちでもどうしてもいいんですよ。あ、そうだ、今日山内さんいるから大丈夫かな。大丈夫です。ヘッドホン。どっちでもいいっすよ。いや、あえて今日はやらないで。そうですね。宜野湾追跡時タイム。皆さんこんにちは。宜野湾中 CG タイムの時間です。この時間は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りいたします。本日のお相手は宜野湾市社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターの担当林と林さんFM 宜野湾山内とどうぞ、はい。普天間の地域の YouTuber 浅と、天板くんです。天板です。天板くんとハピオンの金浜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、金浜さんと天板くんが今日はゲストでいらっしゃってますが、お二人は兄弟とか、なんか、ね、みんなが何つながりとかね、見た目ね、そう、ほくろのね、顔のほくろの位置もね、一緒なんですよ。え、本当だ。怖い。何この怖い。何すかこれ。なんかね、あるみたい、なんかあるみたい。何すかこれは。ね、本当に偶然あって、そうそうそう、うんうん。金山さんのラジオに読んでもらって。はいはいはい、デジタルコピーにね、はいはい、これも髪の毛の話がまあつながって、そう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 、何日髪の毛切って何日目とか、あ、そうそうそう、共通話題があって、うん、もうもうキョトンとしてますが、じゃあ詳しくは後ほど紹介していきましょう。はい、はい、お願いします。ご迷惑でも。私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では。CCG の人と人がつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っています。はい、この番組では皆様のご参加をお待ちしております。メールの場合は797@fmgino1.com、 そして、YouTube ライブツイキャスにて映像と音声もネット配信しております。ツイキャスのコメントでもご参加よろしくお願いします。また、アプリリスラジ、そしてマイチューナーラジオというアプリ、これでも聞くことができます。2つ聞くことができますので、どちらかからでも、お手持ちのスマホでこのラジオ音楽も含めて聞くことができますので、そちらからもご視聴してください。よろしくお願いします。うん、はい、はい、それでは幸せをつなぐ宜野湾中 CG タイム始まります。始まります。
中ですか。神野さんもお休みして。最後と思って、いつも毎回爪痕を残すっていう、もう呼ばれないでも、そんなこれで続き、いやいやいやもう続きが、これだけインパクトないなら、今後が約束されてますよ。あ、皆さんがね、どんな喋るか、多分面白い人だぞ。赤嶺さん、赤嶺さんはね、うん、面白い。うん、マコマス来た、クープトークって言ってる、冬なんかポッパ言う。はい、12月9日宜野湾チュイCGタイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。さて、この時間はふくふくトークになります。この時間は宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えしていきます。今回のテーマはなんで僕を見るんですか。一番そこですよね。はい、今日はねゲストさんが来てくれています、はい、じゃあ改めまして天満くん、天満くんから自己紹介お願いします。天満の地域の YouTuber をしております。お店や会社、また面白い人、動物や植物、地域も地名も名所も呼び出して、地域のことを紹介して普天間を盛り上げて、将来はもう一度バスに乗って普天間に来る町にもう一回見てみたいっていうのが夢ですので、皆さんたくさん応援してほしいなと思います。たくさん意見や疑問や間違ってるよっていう意見も待ってます。はい、はい詳細はまた後ほど聞きますので紹介にしては長かった、ちょっと待っててくださいね、はい、そしてこの方、はい、ハピワンから金浜です。今日今日参加してない社協の赤嶺さんから、天満くんと金山さん一緒にこう出したいんですよねっていう、ただそれだけでなんかそれだけでこう呼ばれてしまって、で赤嶺さんいるかなと思っていないので、ちょっとびっくりはしてますけども、はい、まあそういう意味でちょっと天満くんすごく面白いので、はいはいはい、いい感じの発信ができるんじゃないかなと、はい、期待してます。金山さんも面白いですけどね。いやー、天満くんに比べると、いや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 私が出る、いや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 、さあ、まあね、いろいろと気になるお話ですけども天満くん、はい、これはなぜ YouTuber を始めたんですか。やっぱり今いろんな仕事、教員も介護もしてきたんですけど、教員もう一応まあ臨時なんですけど、うん、なんか IT を使って、はい、なんか手助けっていうか、やらなくていい仕事も、はい、やったりこう手助けできないかなと思って、で YouTube は好きだったので、はい、で動画配信して、うん、パソコンが苦手な人、うん、SNS が使えない人のためにもし CM を作ったらなんかとても喜ばれるんじゃないかなと思って、はいはいはい、特に飲食店などもうん、お客さんが減ってる時に、はい、こう元気にやってますとか、こういうコマーシャルを作るっていうことで手助けしたい。また教員とかも介護の世界もレクリエーションでいろんな教材とかも作ったりしたら、はい、仕事が1個減って、この動画見せたらとか、このこれ見たら使えるんじゃないって感じで、あ、なるほど、まあ、手助けを IT を使って SNS の力を使って何か手助けができないかなと思って、はいはいはい、はい、で、はい、頑張ってます。素晴らしいコンセプトだと思いますが、どんな、ちなみに今まで上げてきた動画ってどんなものがあります。お店ですね、お店、お店、飲食店、もっと具体的に言いましょうか。ああ、いいですね。居酒屋とか、あとは、うん、この T シャツつけてるんですけど、まあ、スナックもです、ね、スナック、ね、これはフォーエバーというスナック、フォーエバー来てください、普天間2丁目、はいはいはい、ね、あとは焼き鳥屋さんとかも、あとパーラーとかもで、うん、この店を紹介してほしいって言うんだったらもうどこでも、はいはいはい、この普天間チャンネルに出ることで、うん、プラスだったらで企業さん、会社、うん、あと習い事、自治会も全部待ってますので、うんうん、もうアピールしたいところがあったら私がインタビューして、それをいいところを紹介していけば、はい、この画面を見た人がなんか買い物しに来たり、うん、遊びに来てくれることで活性化に
つながらないかなと思ってやっています、うん、なるほど。どうでしょう。いやすごいと思います。あのですね、再生回数もすごいんですよね。結構僕今この YouTube で見てるんですけど、最初の普天間チャンネル、普天間を応援していく回、解説した回、なんと691回。ありがとうございます。すごいよね。そして天満くん開運ポーズなんつうのもあったりね。どんななんですか。天満くーん。あれ以上が壊れたと思います。以上が壊れたと思いました。はい、びっくりしませんでした。占いに気にせずに私が行くところが開運ということで。なるほど。すみません。開運ポーズもですね、いろんなバージョンがあったりですね。あとは、後出しじゃんけんは本当に負けるのが難しいのか検証、まあ、検証もあるということですね。はい、まあ、お店紹介の他にもこんなやって楽しませているということです。はい、はい、いいですね。これ見てくれてありがとうございます。はい、まあ、お店紹介とか他に気をつけていることとかありますか、 YouTube やる上で。個人情報なので、はい、子供の顔は自分の子供であっても一応顔は見せないようにして、はいはいはい、後ろ姿であったり、声だけであったりして一応また彼女たち、彼たちが、まあ、今は顔を写していいって言っても、はい、なんか思春期になった時にお前あれに写ってただろうってとっても傷つく時もあるかもしれないので一応、まあ、顔は見せないっていうことで、二十歳になってからで大人以上顔を出すように。あとは、まあ、いいところ、まあ、マイナス面はもうなるべく削除して、はいはい、はい、いい面を出して。あ、いい面を出す。カットカットカット、削除して。あ、これ大事ですね。やっぱいい面を出していくっていうことですね。はい、じゃあいい面も気づかないといけないですからね。そうですね、はい、インタビューしながら、はいはい、ね、いいところをちゃんと気づいてそれを出していくということで素晴らしいなと思いますが、うんうんうん、そして金浜さんもいらしてるんですが、はい、金山さん、うちでね番組を持ってるんですけど、はい、ハッピーワンってどんなところか改めてちょっと、はい、ありがとうございます、はい、ハッピーワンは普天間サンフティーマ流房の向かいに琉球銀行があるんですけども、はい、そこからこう入った通りの、うん、建物、地域活動支援センターという看板があります、はい、まあ、この地域活動支援センター何かって言ったら、うんうん、主に、まあ、障害を持っていて、はい、体調そのものがちょっと自分らしくうまくいかないなみたいな人たちが、はい、まあ、生活リズムを取り戻すことをきっかけにした、はい、居場所の空間を、うん、まあ、サービスとして提供してたり、はい、あと生活相談というのをやらせてもらってるんですけど、ちょっと僕も那覇でこの地域活動支援センターやらせてもらって思ったのが、はい、その場所に来る人たちってやっぱり障害を持ってる人たちとか、はいはいはい、ご家族とか関係者の方しか来ないんですよ、はいはいはい、でそうなるとこう人ってこうね、人生限りがあるんだけども、つながりがこうやっぱり限定されてしまうというのがすごく寂しいなということになって、はいはいはい、でそれでハッピーワンの方に来た時にはちょっと那覇でできなかったことをちょっと、まあ、実験中みたいな感じで、はいはいはい、子ども食堂やらせてもらったり、今は、ボランティアサークル団体に使っていただいたりとか、なんかいろいろとこういろんな人が出入りするような環境をこう作りたいと。だからこのハピアンという場所そのものにこう限定された方々だけじゃなくて、うんうん、まあ、いろんな情報も含めてつながるという意味ではこの FM ギノワンさんのこの機能っていうのがものすごく、はい、ありがたくて、そうなんだから今日はまあ、赤嶺さんが天満君と金間さんちょっと出したいんですよねってただその一言に。はい、もう乗ってきました。で未だにちょっとなんで呼ばれたのかなっていうのはちょっと若干ちょっと なんだろうというような感じでもあるんですけども、多分まあこう番組のね終わる頃にはなんとなく分かるのかなみたいな、うんうん、そうですね、はい、やはりこの、はい、まあ、出会ったきっかけというのがあると思うんですけど、ああお二人が、そう、ね、はい、そうさっき話したその子ども食堂に、はい、そう実はその天満君のねご子息が、はいはいはい、はい、いらしてですよ、はい、それで何回か一緒にご飯を食べて一緒に作ったりもしてですね、そうそう、その流れで、うん、実は自治会の交尾会の集まりに行ったら、はい、たまたまなんか僕と似てる人がいるなと思って、はい、なんだろうなと思ってちょっとシンパシーを感じて、ね、そう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 そ
世話になりましたというお話があって、うん、と言ったらその果て屋食堂の話がつながったんですよ。ありがたいです。これはすごいいいつながりだと思うんですけど、はい、やっぱりあれですよね、例えば偶然お二人が同じ場所にいるとするじゃないですか、うんうんうん、これどっちから話しかけるか最初意識しなかったですか。そう、いや見た時なんかいるな、そうそう、なんか 怖そうな人がいるなみたいな、うんうん、なんかちょっとあれって怖かったんですよ金浜さん。お互いに、そうそうお互いに、ね、バチバチバチ、そうなんかそうなんですよね、あのこうなんかスキンヘッドしてるには何かこう理由があるんだろうなみたいななんかねちょっとあって、まあ、っお互い様でそう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 なんかね、はい、そうなんですよ。でね、まあ、うん、いいきっかけで、まずは最初金山さんのラジオに、はいはい、天満くん来て、という感じで、はいはいはい、僕もそれでね、知ったんですけど、YouTuber だよということで、はい、というつながりがあって、今回またこのつながりになって、うん、はいはい、でなんと聞くところによるとライト兄弟というコンビを結成したという。2、3分前です、ね、まあね、なんかね、はい、あのなんか若干事故にあったような雰囲気もありますけど巻き込まれ事故にすごく、はい、ライト兄弟行きましょう、はいね、そうですね、はいはい、そうなんです、いい感じで、でそう、そうなんです、これライト兄弟と思い出したのと僕のそのやっぱ こういう髪型になってるのはなぜかっていうところのエピソードが実はあってですね、いけるんですか、よくあのなんだろう、僕の髪型を気にされる両さんがいるんですよ、はい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 、6歳の男の子なんですけど、ね、はいはい、夏美さんが乖離した状態の、あ、はいはいはい、そうすると頭痛いの病気なのって聞くんですよ、はいはいはい、なんで病気なのかなって思ったら、うん、なんかテレビでなんかその入院してる患者さんがこうなんか帽子をかぶって入院してる、はいはいはい、多分ね、なんか副作用で髪の毛が抜けた状態で治療に励んでる、まあ、番組だったと思うんですよね、はいはい、なので僕がなんか病気だと思ったらしくて、でそれでなんか病気なのってこう聞いたらしいんですよ、うん、はいはい、いや僕病気じゃないよと言ったら、まあお母さんにそれとも納得いかなかったんでしょうね、はいはい、聞いたら、うんうん、その夏美さんのお母さんが金山さんの頭がねあの形なのはみんなを照らすためよ照らしてる、すみません、でも何も言いましたけどライト兄弟で思い出しました、自分のミッションが照らしてる、はい、もう事故なんかでありません、いい話や、はい、はい、ありがとうございますさあ、リスナーさん来てますよ、龍神雅也さん、皆さんこんにちは、ありがとうございます、はい、雅也さんこんにちは、こんにちは、そしてですねこの方もからも来てます、宜野湾社協赤峰舞より、ありがとうございます、赤峰さ ん, 峰さん何してるんですか、はい、林さん金浜さん天満さん天満くんさんお疲れ様です、今日は参加できず申し訳ないです、出先で楽しくラジオ聞かせてもらいますね、ちなみに私が気になるのは YouTuber の天満くんさん、はい、広報委員の講座の感想とか実際やってみたことを教えてくださいということで、はい、さすがですね、はい、実は広報人材育成講座というのに天満くんも出てですね、どうでしたか、もうとっても私に必要な情報で、はい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 、これを出会わなかったら9回9週間、うん、私多分やめてまた YouTuber をできなくて、あ、そうなんだ、多分苦しんで、はい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 、どうせ誰も俺のことは見てくれないとか言って、いじけてやめていた可能性があるので、こんなに見てるのにね毎回この9回、はいはい、本当にあこれ試したいっていうのが出てきて、うん、先生方も一緒に参加した方もありがとうございます、はい、楽しかったです、あ、よかったです、で実際なんかあれを受けて気をつけてることとかありますか、たくさんあるんですけど、うん、まあ、一応本当に誰もどうせ見てくれ作っただけでは見てくれないっていうことをまず最初に言われたり、はい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 、まあ、あとはそうですね、でやっぱり中にこのタップ入る再生っていうのを押してもらうためにどうすればいいかって、はい、先生方でもとても苦労して、そうそう苦労してきたんですよね、その失敗話を本当に隠さないで全部教えてくれて、うん、失敗話って先生たちの長年の経験を全部教えてくれて、はいはいはい、例えば左側にこの顔を持ってくるとか、うん、文字は広報の琉球出版の、うんうん、先生方金田さんとかも文字は9文字以内、へ、見出しで
なそれで長くなるんだったら九文字以内の2行を作りなさいとか、人間の心理をとっても使って文字もたくさん作ったり、とチャンネル登録もちゃんと自分の声で呼びかけしようねとか言わないと誰も押してくれないよとか、確かに確かにおっしゃってましたね。やっぱり文字を文字出すときは音もなんかとか出して矢印が出るときはって出したり、なるほど、耳にまた耳にこう歌って、まあいろいろあるんです。なるほど、いろいろまたあったら歌話したいと思いますけど、はいはいはい、素晴らしいですね。やっぱりここでね学んでいただいたということで、はい、赤嶺さんよろしいでしょうか。ありがとうございます。いっぱい喋ってます。はい、はい、という感じの、まあ、天文君とそして金山さんなんですけど、あのね、ちょっと曲かける時間がないので一応ですね、フテンマンのテーマというのがあります。やったやった、それだけはちょっとかけましょうか。テーマダンサーもありがとうございます。はい、これはテンマン君、はい、まあ、聞いてからちょっとお話ししましょうか。はい、じゃあフテンマンのテーマ聞いてください、はい、流れても気持ちいい。はい、あ、切ってる、流れてる。大好きな島ビール煽って今日も飛んでいく。そこそこの暮らしを守るそこそことかで頑張る。行けユニオン普天間、行け三栄普天間、おー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 普天間。素晴らしい。お、はい、お、という普天間の最高、すごい、最高はい、いいと思います。これはなぜこの曲、私より3ヶ月前に、はい、普天間 の、 あの、うん、普天間をこう盛り上げようっていう YouTuber チームがいたんですけど、はい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 、知らなくて、うん、名前を本当に丸かぶりの名前私が作って出してしまってで後で気づいて、うん、とってもびっくりして、うん、私 YouTube で動画1個しか上げてないのに、はい、2本目が謝罪動画作ったんですよ。まさかの、あっちがもう怒る前敵になったり、でもあっちが先に言う前に本当に謝って、もう後悔しないように、本当に知らなくて、そうですね、一緒に頑張りましょうっていう、はい、したら相手も一緒に頑張りましょう、上がってますね、フティーマダンも見てみてください、はい、ぜひね、よろしくお願いしたいんですが、じゃあそれぞれお知らせもあると思いますので、じゃあ金山さんからいきましょうか、うん、ハピアンのお知らせ、あ、はい、ハピアンのお知らせ、え、なんだろう、あ、そっか、まあ、デイジャーコルビーカフェのこのレギュラーメンバーでこうマスクマンがいるんですけども、はいはいはい、マスクマンの友人で面白い漁師さんがいるんですよね、はい、中さんっていう、はい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 、中さんがなんと先週から周りくどいないや、こう言わないとね、また、はいはい、はい、マスクマンからこうやいのやいの言われる、そうから、はい、ハピアンでなんと大学を開校しました。大学、はい、題して中野まるまる大学、はい、はい、やってます。まあ、ちょっとね、木曜日の1時っていう形でね、はい、すごくこう、まあ、本当に普通の平日のゆったりした時間なんですけども、お時間ある方は明日もやりますので、ぜひぜひこのまるまる大学、うん、別に普通に知らない人が行ってもいいんですか。全然いいんですよ、まるまる大学、ちょっとラジオ聞いてきなんですけどっていう、はい、全然全然 OK です、はい、ぜひぜひハピアンの住所はね、普天間 1-3-5 です、はいはいはい、でもこれ奇数なんですね、 1-3-5 ってね、覚えやすいので 1-3-5 です、はい、ぜひぜひ来てください。大学ということで、何の大学かはもう来てのお楽しみという感じですね。はいはい。まあ、なんていうんですかね、異世界を楽しめるというのは僕がもう保証しますので、絶対楽しいっていうのは、ね、はいはい、もう、はい、これはもうお墨付きです。来てよかったなって。これですね、本当ですよね、はい。中さんを突っ込めるようになったら絶対楽しめます、ね。そうですそうですそうです。はい。突っ込み力。面白いです。はいはい。ぜひよろしくお願いします。さあ、そして天満君からのお知らせいきましょう。あ、たくさんいいですか、はい、たくさんあるんですけど、たくさんある、はい、まあ、普天満チャンネルを YouTube でまず見てほしいのと、そうですね、はいはい、あとはもうこの普天満のお店、うん、会社の方、自治会、はい、まあ、いろんな方たちが撮影に来て、インタビューしに来てっていっぱい来てほしい。無料で取材編集でありますので、 YouTube 自体ただなので、はい、やりたいですね。たくさん動画、最近地味大西って言ってしまった、
失礼しました。ジョニー全然違います、ね、全然違う人です。何ギノワさんがね、この動画を撮ってます。何を言ってるんですか。ジョニーギノワさんが動画を、はい、紹介してくれて、これちょっともう天満の地域の方皆さんで作ってとても感動するので、なるほど、ジミーさんも一応絵はうまいので、ジョニーさんで、ね、ジョニーね、そうだと思います。すいません、はい、ジョニーさんね、はい、で、うん、昨日アップしたのがこの珍しい花のこともやってますので、はい、皆さんでめったに咲かない花、これ、はい、なんか本当にすごいみたいなので、幸福の木、詳しい人が、ね、ドラセナ、はい、見てくれたらまた、はい、いろんなことやってますので、うん、応援も見ることして、たくさんの感想やコメントも待ってます。はい、ぜひですね、普天満大きく、ですね、普天満チャンネルと、ひらがなでいいです、はい、普天満チャンネルと検索してもらえればすぐ出てきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、これ1000人になったらね、ちゃんと報酬ももらえますので、まあ、そうですね、まあちょ、まあ、これはもう天に任せて、あら素晴らしい、もうこれはもうみんなの力で、はい、いいものだったら、はい、登録ぜひよろしくお願いします。山本さんが仙台スマホ買ってから登録してください。 OK 任せてください。はい、すいません、はいはい、そしてですね、またメールが来てます。追記、赤峰舞より出演以来の理由は、新しい普天間の魅力が来たと思ったのと、普天間の魅力を YouTube にアップしている人がいるのを紹介したいという感じですよ。金浜さんはピンチヒッター的なお願いです。感謝です、ということで。金浜さんの意味合いはちょっと薄い。あ、そうね、やっぱ薄い、やっぱ薄いだけ、ね、あ、ありがとうございます。もう照らしているということで、はい、照らす係を、照らす係で、はい、ぜひね、普天満チャンネルにですね、金山さんも出演する日が来るといいなと、はい、ライト兄弟として、はい、ライト兄弟、はいはいはい、もうその時はもういい感じで、もうかなりもう天満くんの動画編集のもね、スキルも上がってる、ね、うん、状態だと思うので、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ林さん締めましょうか。はい、もう時間なんですね。あっという間。じゃあ、はい、そろそろ締めますよ。はい、はいはい、じゃあ今日のお相手は、宜野湾市社会福祉協議会の林と山内と天満くんです。でも金浜さん、僕もね、金浜です、はい、照らしてます。皆さんせーの、さよなら。ありがとうございます。来週、林さん、ありがとうございます。2人挟まれたらオセロだったらこっちも白くなります。オセロ、オセロ、はい、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽しみました。勝手にすいません。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ツイキャスの皆さん、ありがとうございました。ぜひ、木曜日、明日のですね、10時半から、はい、デイジチャーコロビーデイジチャーコロビーカフェもありますので、はい、あれも本当に毎回新鮮で楽しいですので、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。